武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年中央大学法学部の世界史の勉強方法について話していきたいと思います。中央大学法学部の世界史、試験時間は60分間で、配点は100点満点の試験になります。大問構成は全部で3題出題されています。で、中央大学法学部の世界史で、注意してもらいたいところとしては、短めの15時から30時の記述問題が数問出題されるところにあります。例えばその2017年の問題であれば、ウェストファリア条約の締結がヨーロッパの国際秩序の変遷をたどるときに重要な意味を持っているが、それはなぜかといったような、条約の意味とかを問うような問題も出題されていました。これはその単純な世界史の暗記ではなくて、世界史をもう線で見る、それの出来事を点で見るんじゃなくて流れで見るっていうことがすごく重要になってきます。それができていればその条約の意味なんかが、見えてくるのではないかと思いますので、そういったところまで、世界史を勉強しておく必要があるっていうところを、中央大学の場合は求めてきているので、その辺を注意してください。で、求められている知識としてもやはりマーチの中でも、高めの知識が要求されています。なので、ツインズマスターやパノラマ世界史だけでなく、一問一答のターゲット4000などのところの詰めの詰めまで、最後の最後までしっかり詰めていくということが大事になってきます。で、その世界史の知識をしっかり暗記した後に、元祖世界史年代暗記法で、覚えた知識を縦に、順序立てて、整理していくということも必要になってきますので、世界史の知識を暗記した後、世界史年代暗記法で知識を整理して縦の歴史を覚えておくということも同時にやっていくようにしてください。で、そうですね、細かな知識がまた要求されてきますので、パノラマ世界史といったような講義系の参考書の読み込みっていうのは、常にやっておくようにしてください。入試の最後の最後まで繰り返しやることで、気づく点も多いかと思います。あとはその過去問演習の中で、自分の知識に漏れがないかどうかっていうのを確認していくようにしてください。で、皆さんの目標としては、武田塾の参考書ルートのマーチレベルにあたるオンリーワン世界史の問題がしっかり回答できるところを目標としてください。オンリーワン世界史の解説の部分まで、細かなポイントが載ってますので、そちらの暗記も同時にしていくようにしてください。で、知識の、量っていうのがやっぱり中央大学法学部の場合は大事になってきますので、一問一答の暗記なんかも最後の最後まで、詰めていくようにしてください。今回は以上です。